きっかけバス宮城代表の島正史と申します。大学は東北大学に行っていまして経済学を学んでいます。きっかけバスはですね、47都道府県日本全国から、各40人ずつぐらい計2000人の学生を被災地に連れて行こうじゃないかと、それで被災地に活力を生み出す、かつ学生たちに学びを与える、こういったプロジェクトになっています。学びとしましては大きく分けて2つあります。1つは被災地から学んだこと、もう1つはその参加した学生同士で学んだこと、2つあるんですが、まず被災地から何を学んだか、陸前高田市で学んだ大きなことは防災意識の欠如です。なぜそれを感じたかといいますと、陸前高田市では最大級のかなり大きな避難所を運営されていた方からお話を聞いたんですが、その方が、本当に今自分が住んでいるところで、被災、何か地震等が起きて避難所に避難するって言った時に、その避難所に何があって、どういうものが足りていないのかとかを知っているのか、そういう質問を投げかけられたんですが、全くそういうところは意識していなかったなと思って、自分は仙台市で、震災を体験しているのですが、その自分でさえそういう状態なので、関西とかの学生は余計そうなのかなと思って、これは、本当に防災意識の欠如を感じました。学生同士の対話の中で、学んだこととしましては、本音の大切さというものを学びました。その本音の大切さ、なぜ、そう思ったかといいますと、まずその参加していた学生が、全国から来ていますので、それぞれのバックグラウンドが全然違ったっていうところがあります。例えばですけど、被災地の出身だけど今は被災地にいない学生、全然違うところの出身だけど被災地にいる学生、今は被災地にいる学生、私も和歌山県の出身で今は宮城にいるんですが、ただ全然被災地に関わってこなかった学生、今でも月1ぐらいで被災地に行ってる学生、そういうふうにいろんな学生がいました。ですので同じものを見ても感じることが全く違ったりしました。その中でかなり衝突が起きた時も正直ありました。なんであの場面で笑っていられるんだとか、なんでそこで悲しんだ表情できないんだとか、でもそれを正直に伝え合ったことによって、こういう人はこういうことを考えているんだなっていうのが分かったっていうのはかなりの収穫だったのかなと思います。大人の方へ一つお願いがあります。我々学生を東北被災地に連れて行ってほしいです。その活動資金をご寄付願いたいと思います。なぜかと言いますと、我々学生被災地に行くことによって多くのものを学んできます。そしてその学びというものを地域であったり周りの学生であったり共有することによって、さらにその輪を広げます。それによって日本全国を変える、それを約束します。ですのでぜひその活動資金お願いします。そして学生の皆さん、せっかくこういう機会があるんですから、一緒に学びに行きましょう。私に声をかけていただければ、その学びの機会は提供いたします。せっかくの機会ですので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。